できるなら。なんだ、サッカーには消えてほしい。運命、名前が、あ、なんだ、練習は鬼、うわー出た、え、ちょくちょくアニメーション、うわー、後ろの子かわいい。サッカー部がないか。おい、これぐらい勝たしとけ、誰か。おい、読むい、進学校読むい。さあ始まったぞ、稲妻イレブン、英雄たちのビクトリーロード、ストーリーを進める時が来たようだね。まあまだ探検版コンソンポン君なんだけど、まだとりあえず体験版やっていこうか。触りの部分ぐらいはできるんだよね、おそらく。はい、配信についてのご注意。なんか、ん？まあ大丈夫だろう。うん、ベータテスト体験版ストーリーモードは特別編となっており、製品版と一部仕様が異なりますと。 OK、 ストーリーモードを繰り返し遊ぶことで対戦モードで交換できる英雄トークンなどのアイテムを収集することができます。ちなみにですね、私前回一回やっておりまして、ストーリー、絵が綺麗だ。はい、起動、ちょっとすいませんね、情報は全くないよ。私遠藤守る伝説しかやったことないんで、ワン、ツー、スリーしか。エンド、うわ、左のやつ絶対あの主人公だ。スカしてるやつ。バスでスカしてるやつ主人公だろ。そっちこそ。おい、こんなガキが携帯持ってんの時代感じんな。あとエンド、マジやばいって。エンド、今年のフットボールフロンティアもライモンで決まりだね。ああ、もう名門になってんだね、ライモンは。ちょっと、松風天馬とかのさ、ゴー時代を知らないから、俺。なんか強くは言えないけれども、ライモンがもうフットボールフロンティアを席巻しているんだ。そんな時代が来たんだ。クソ弱小だったのに。え、もうね、これずっとアニメ、アニメの同時視聴みたいになってんだけど、いいのかい。サッカー部すごい回転だな。坂だったのかな。すみません、ボール取ってくれませんか。取り来い、せめて一人ぐらい外出て取り来い。ガキがなめんな。それぐらい取ってやれ。クソガキとか言ってた俺が言うのもなんだけど、それぐらい取ってやれ。なんだ、サッカーには消えてほしい。え、ちょっと待って、なんかすごいこと言ってなかった今。消え、この世界から。え、そんな設定、ちょっと見てないんですけど、全く設定を楽しみたいから初見で。しかも全然ライモン中じゃないじゃんこいつ。サッカーがこの世から消えてほしい。とんでもない野望を持った主人公だなこいつ。名前も知らねえよ。うわ、綺麗、画質やーばーばばばだね。君はサッカーができる第一章。うわ、めちゃくちゃおもろそうじゃん。学校内を少し歩いて雰囲気を見てみるかな。ささなみ運命、運命、名前が、あ、ありがとうございます。操作法 ZR を押しながら L で全力ダッシュ。おー、女子生徒、お、すげえ、女子生徒近づいてきたらなんかはってなった。でもここライモン中じゃないんだよね全然。で A で話しかけて X、 ジャンプとかもできんの。ちょっと待って、おお、しかもなんか喋るな一瞬。お、ノッツ、ノッツ、ノッツ、ほっ、何このサッカーボール。あ、もう消えてんじゃない、本当にこの世からサッカーが消えかかってるんじゃない。ボール、なんでこいつサッカー嫌いなんだろう。ささなみ運命、こんなもの、おお、すごい、本当に嫌いだ。でも遠藤とかさ、鬼道とかそういう名前の名字じゃないから全く関係ない。マジで過去編とは関係ない家系図の、普通にただただサッカーが嫌いな少年。調べてみようか。蹴った、蹴ったぞ。あ、なんだ、練習はおにぎり、わー出た。皆さん知ってますか、練習はおにぎりという名台詞。稲妻イレブンというのはアニメの最後にですね、キャプテン今日の格言というものがあったんですよ昔は。それにて、まあ、確か何期だったかな、1期か2期かで、練習はおにぎりだ、いずれ血となり肉となるという名台詞があるんですよ。それじゃない、うわ、解雇中歓喜、マジか。あのキャプテン今日の格言が
なんだこいつすごい、絶対にディフェンダーぶっきらぼうな男子。まあ、いいわ、練習はおにぎりなんかもうつっかかってんの俺ぐらいだろ。サッカー部はない。知ってんならいちいち聞くなよ。めちゃくちゃいい声じゃねえかモブ。モブにもセリフあんの？サッカーは人気かもしれないが、うん、俺は別に興味ないし、どうでもいいな。どうでもいい。てかよ、中学生だよな多分。スマホ持ってんだね当たり前のように。これちゃんと上見上げんのもなんかゲーコマだね。南雲原中サッカー部を手に入れた。検索ワード、そんなんあんだ。これなんかジャンプでここ登りたりすんの？これジャンプ何のためにあんねんこれマジで。マイク話しかける。うわめちゃくちゃ中学生みたいだなお前ら。この右のやつは一体な何を 熱血してんだ。はつらつとした生徒、ちょっと熱血めんどくさいんであなたから話聞いていいですか？え、君学校今日からなの？声渋っ。さてはこの学校の評判を聞きつけて慌てて編入してきたんだな、元気なやつめ。声渋ってかなんだこの学校の評判。南雲原中はなんか評判があるのか。雷門中でもないんだもんねここは。南雲原中といえばやっぱ野球部かな。野球なんだ。おい痛えな女子。おいこれてめえこれどこ見て歩いてんだこれ。押し寄せてるぜ。おい、あ、校舎あっちだよ。どこ行く気あの子。たくよぶつかってきやがってね。ごめんな、全然話聞いてなかったよ。最近じゃ将来的に甲子園を目指したい野球小僧たちが押し寄せてるぜ。なるほど、野球の名門なのか南雲原中は。あ、このさ点点点出てんの何これ。もう一回話しかけたら。南雲原中といえばやっ、同じセリフか。なんだ、喋れるような合図か。え、サッカーじゃねえんだ。え、お前さっきいなかったっけあっちに。違う人かい。うわ、なるほど、話しかけられるモブは決まってるようだね。じゃああなたも無理と。ちょっとさ、絶対こういうところにさ宝箱とかがあるんだよ。あ、なるほど、これ前までの、ま、前までっつうか遠藤守伝説とかだけど、ワンツースリーとかは宝箱があったんだけど、今回これサッカーボールを蹴り飛ばすことによってアイテムが手に入ると。めんどくせえな、システムめんどくせえ。秋のマネージャー日記ページを手に入れた。ちょっと待って、アイテムとかもなんか見れるんだよね。いやただこいつも絶対さ選手なわけでしょ。なぜかサッカーを激しく嫌っているようだ。そうだよね、きっとあるはずなんですよサッカーの才能がこいつにも。は？情報。あ、なるほど、こういうので見れんのか。トークでモブとの会話が見れるわけね。評判、南雲原中は九州でも有数の進学校。なるほど、頭いいんだ。学業だけでなくスポーツにも力を入れており、どの運動部も大会では好成績を収めるほどの勢いを持っている。野球部、南雲原中野球部は全国大会準優勝。すごいじゃない。野球部は毎年全国レベルの成績を収めている南雲原中の中でも花形クラブと言われている。そしてサッカー部嫌いなやついたんだろうなサッカーが。もうボールぺっちゃんこだもん。南雲原中にはサッカー部がない。何かのきっかけで廃部になったようだが、詳しい原因についての記事は削除されていて残っていない。アイテム、これはまあ GP とかの回復だよなきっと。練習はおにぎり。伝説のライモンイレブンのマネージャー木野秋がライモン中の優勝への道のりを記録し、おーい読みてえ読みてえ。え、何これ。トークン、トークンって何。え、秋ちゃん、木野秋ちゃんの、おいおいおい、こんなんもう伝説のノートだろ。おじいちゃんのノートぐらい伝説のノートだで、これ。オプションがあって、まあいいか。ちょっとマジ、普通に楽しいんだけど。俺、製品まで出たらもう絶対やるんで、よろしくお願いしますね、そこは。ネガティブボーイ。やだ。この集団やだ。何、規律を重んじる先輩とネガティブボーイ。おもんない会話。南雲原は確かにいい学校なんだが、完璧ってわけじゃない。知ってんだろ、桜崎のこと。桜崎。なんか不良がいるんかな。南雲原中桜崎を手に入れたと。オッケー、情報ブックマークから。まあいいや、一旦こいつに話しかけるか。うわ、なるほど、なんだこいつ、って。セリフが用意されてるわけじゃないのね全員に。南雲原中は清廉な学校であるべきだ。桜崎みたいなやつには早くいなくなってほしいね。すごいこと言ってんな。桜崎についてじゃあちょっと見てみるかい。桜崎、うわいたわこいつ、トップページに、トップページにいたよこんなやつ。南雲原中の問題児桜崎ジョージ、すごいね。桜崎は学校の汚点だ、クズ、早くやめればいい。なんかちょっと待ってください、口悪くないですかこの作品。
なんか現代っ子って感じ。まあちょっとやだわ。九州屈指の進学校。あ、今のホームページかな。え、ちょくちょくアニメーション。うわー、いえ、後ろの子かわいい。とってもかわいい。モブ今の。新しく清潔で好印象。めちゃくちゃ可愛い女の子だよ。生徒の空気も悪くない。おう、まあ、確かに制服しっかり着てるね。学校の雰囲気はデータ通り。おう、うわあ、現代っ子マジで。野球部準優勝、県大会連続優勝。学業だけでなくスポーツにも力を入れ、うん、近年は野球部の活躍が目覚ましい。なるほどね。まさに文武両道、火の打ち所のない理想的な学校。桜崎来るね、これやっぱな。でっか桜崎。うわ、かっけえ。めちゃくちゃかっけえ。2年の問題児桜崎庄司。庄司って言ってた今。庄司じゃない。時代を錯誤した不良、 SNS でもクズと叩かれている。そこまで。すごい、めっちゃ人気者じゃん。どんな学校にも一つや二つ問題はある。まあまああるでしょうよ。校舎綺麗だな。それでもここは僕にとっていい学校なんだ。波風立てたくない感じかな。なぜならここにはサッカー部がないからおい、これぐらい勝たしとけ。誰か読むい、新学校読むい。あのサッカーボールゴミとして勝たしとけ。なんであんなもん取ってあんだいや面白そう。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃおもろそう。先生に会いに行くんだったな。あ、転校生かな、ささなみ運命は。ねえ、ちょっと待って。普通にやり込みたいわマジで。今はちょっとなんか会話してる生徒もいますけれども。あ、何このトレーディングカード。一旦サッカーボール蹴っといて、アイテムゲット。あ、こっちにもアイテムある。練習はおにぎり蹴って。お、変なとこ蹴んな。アイテム回収めんどくせえな、いちいち。星空の下でを手に入れた。何それ。え、これ何、携帯ポイント。ここにいると 5G つながるよポイント。 5G スポットかこれ。なんだ、検索ワード。旧体育倉庫を手に入れた。うわ、ここ絶対物質になるじゃん。絶対物質になりますがな、でんがなまんがな。今この先に用はないようだ。まあ先生に会いに行く。ちょっと待って、アイテムちょっと拾えるだけ拾いたいな。勝たせて誰か、こんなぺっちゃんこなボール。今すぐゴミ箱行きだよ。破れたサッカーボールを手に入れた。実は桜崎ジョージが蹴ったサッカーボールとかじゃない。とんでもないキック力を秘めている。桜崎ジョージ、転がんな転がんな。お前、星空の下で手に入れたんだけど。この星空の下で何、ちょっと見ていいか。あ、破れたサッカーボール。今では使われていないサッカーボール。5年前から南雲原中ではサッカーが禁止されているため過去の異物扱いである。禁止？禁止されてんの？新しい体育倉庫ができてからは廃墟状態である。中に置かれているものも今では使われていない。放置された備品ばかり。まあ確実に、確実と言っていいほどにサッカー部の物質になるね、あそこは。お前らちょっと話聞いてみるか。何？何じゃないこいつ。協力してくださいよ。新聞部員、アナログな先輩。そうだ。どうした？学校 SNS を追加してほしい。新機能のアンケートしてます。何かあればぜひご意見を。うわ、学園 SNS とかあんの？いやー、僕学園 SNS 全然見てないんだよね。力になれなくて申し訳ないよ。なるほど、熱血新聞部員だったな。こっから入っていいのかな？鍵が閉まっちゃってんだ。正面から行きますか。ちょっとぐるっと回ってきていいかな？え、え、ちょ、ねえねえねえ、行ける場所多すぎて、楽しすぎて、楽しすぎて、もうここで1時間やっちゃうかも。生徒会長の千野さんは、我が校が誇るクールビューティー、あの凛としたお姿を見れば、君もきっと虜になるよ。はい。はい、わかりました。この千野さん、マネージャーになります。前回もね、夏美お嬢様がマネージャーになりましたから、理事長の娘である。絶対千野生徒会長も、なんだ君、マネージャーになるよ。くれるのか。ちょうど人手が欲しかったんだ。なんでお前だけフルボイス？なんで？なんでフルボイスなんですか、あなた。手伝う、いいけど。いいけど、こいつはだから多分ボイスあるからサッカー部入んな。お前絶対センターバックじゃん。頼むよ、チームを。何？ギャル憧れる。ほんとほんと、わかる。俺もギャルマインドをね。あ、なんか壁ある。くそ、見えない壁があっていけない。ギャルって最強なんだ、それすなわち。お、なんだ？スポットスポットに調べられるところがあるのか。
で携帯で検索ワードを手に入れてそれを見ることはできるよっていう、ちょっとこれさ、おじさんに優しくないね、システムが。俺ら今までさ、あの DS、 ちっちゃい DS デュアルスクリーンゲームでさ、あのちっちゃくちっちゃく画面して頑張ってたんだから、ちょっとおじさんに優しくないな。野球部はナグマラチの花形である。全国大会上位校の常連となっており、野球部に入りたくて入学を希望する者も少なくない。野球部が強豪なんだね、とにかく。あ、ほんとだ、あっちさ野球のグラウンドあるね、専用の。ほんとに名門なんだな、野球に関しては。これこっから入りゃいいのかな。これ正面入り口かな。全然正面じゃないよね、ここ。ごめん。ライカさんみたいにキラキラしたい。ライカ、これもマネージャーになるね。だいたいね、名前出てくるやつらはマネージャーなんだ、女子生徒は。うん、おい、こいつらの膝の上にジャンプで乗れるんじゃない。こんな野蛮なこと考えてる人ばっかしかいないと思うんだけど、このゲームやるのはクソガキばっかだと思うから。よし、背中を押すクラスメイト。あ、ちょっと、あなたからも頑張れってこの子に言ってあげて。必要なのは最後の一押しだと思うんだよね。わかる、最後の一押し友達からもらえると頑張れるよね。わかる、すっごくわかる。どうした、話聞こうか。どうした、話聞こうか。俺が抜き打ちテスト最悪、やだな試験。なんで抜き打ちテストの存在知ってるんだ。もうそれ抜き打ちじゃなくないか。なんだこのでっかい木、これが学校で長寿、一番長寿の木なのかな。木だったりすんのか。ゴッドツリー、かっこいい名前、すぐ調べるわ。ゴッドツリー、ナグマハラ中名物の大きな木。誰が読み始めたのか、生徒たちからゴッドツリーと呼ばれている。この木の前で誰にも見られず告白すると恋が成就するのだとか。なるほどね、とっても重要な木じゃないか。そんなゴッドツリーの前で深呼吸をしているね君。宇宙と交信する姿もまた神秘。どうやら君も引きつけられてしまったようだね。あ、あんまこいつ話しかけない方がいいやつだ。うん、なんかフルボイスだからきっと何かしら今後も関わってくるんだろうけど、あんまり関わんない方がいいタイプだな。怖い怖い怖い。学校の近所に不良グループがよくうろついててさ、南雲原の生徒は狙われやすいからあんたも気をつけなよ。お、何、心を打つ格言を手に入れた。今ので、今の会話で心を打つ格言手に入れられました。すごいね。どこに乗ってる、これが。困難にぶつかっても戦い続ける者の言葉、くじけそうな時に諦めない勇気をくれる。これトークンって一体何があるんだろうな。このトークン集めたら何かがあったりすんのか、まあ、ちょっとわかんないけど。あ、グラウンドもよく見たら野球場だ。俺これサッカーグラウンドだと思ってたけど、ここも野球場だ。あ、すげえ、こっから蹴れんじゃん、マウンド。ちょっとあそこに綺麗に行くわ。こっから右足振り抜いたら綺麗に行くんじゃない。ちょっと待ってよ、もうちょっと微調整して、ここだ、セイ。あー、くそー、右バッターだったらデッドボールだったな。まあ悪くねえが。え、マネージャーの日記ページめちゃくちゃ気になるんだけど。てか待って、今のこのタムロを無視するわけにはいかないよな。あ、おいおい、野球ファンガール、野球くん、君身長チェホンマンぐらいあるんじゃない。2m18 ぐらいあるんじゃないかな。野球くん最高。野球くんの話伺っていい。野球くんの身長だとどこにいても目立つでしょ。それでいて家柄も超一流なんだから選ばし人って感じだよね。野球部なのかな、じゃあこいつも。あ、同じ会話してる、すごい。野球様、今日も耳の形が超イケてる。いつか勇気を出して正面からもお顔を拝見したいな。え、どういうこと、お前毎回この角度からしか見てないの、野球のこと。カメラロールこうやってくるってやったら見れるよ、野球。え、でも野球こいつなんか目怖くねえか、普通に。なんかキツネみたいだな、野球。おい、野球、野球ちょっと怖えぞ。俺は怖いと感じてしまうけどな、野球に話しかけられないんだ。くっそ、おい、こんだけいて野球に話しかけらんねえのかよ。で、次進むべきはあそこだよね。わかりやすい、わかりやすい。めっちゃわかりやすく立ってるからいろんなところ探索してくるわ。待て。野球みたいな勝ち組って言ってるから、やっぱ野球も野球部なのかな。野球が野球部って言いづれえな。あ、なんだ、色違う。え、これ、ね、銀ギラ銀にさりげなくなんだけど。ごめん、銀じゃない、金だね。真っ金金なんだけど。これ、どこ行った、ボール。あった、
なんかアイテム違ったりすんのか。遠藤伝説の奇跡、え、ちょっと待って、なにこれ、これさ、見れないの？ね、見れないんだけど。うわ、遠藤奇跡伝説見たかったな。遠藤奇跡伝説なんだ。にゃーん、にゃんごろー、にゃんごろーがいるじゃない。話しかけらんない。うわ、めちゃくちゃいい。なんか細かいとこまでこだわってんな。こんなことしてるから開発が遅れんだよな。絶対に言っちゃいけない、そんなこと。まあ行けるとこ一通り行ったか。よし、そしたら先生に会いに行こう。ちょっと待って、俺この校舎をさ見回すだけでもう約30分経ってんだけど、やばい。俺この体験版のストーリー終わるのに2週間ぐらいかかる可能性あるな。もうなんか1日2日でパッと終わらせようとしてたんだけど。ボディービルダー部員のため仕上げてきたんだ。お、制服の上からでもわかるだろう、この肉体美が。すいません、わかんないです。ぜひ脱いでいただきたいんですけど。こいつもサッカー部になりそうだな。ってことは、なになになに、どうして、どういうことこれ、なに。